栃木県阿蘇郡の範囲阿蘇郡は栃木県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。上記のうち日光市に属する区域は1889年の町村制施工時に上密和群に移管されている。また、両政国時代の郡域としては 旧神津川阿波の町の範囲まで広がっていったと見られる。阿蘇郡は古く、毛野国に属したが、これが二つに区分された植え付けのとした付のについては、曖昧な部分がある。例えば万葉集の次の三種は、阿蘇郡で読まれたと見られる。ここで、上時津とは、植え付けの、志母、宮古屋津は、下津、毛野であり、両国に登場する理由として、阿蘇山の裾野が、 渡瀬川の河原の付近まで伸びているため、川を境に、阿蘇が途切れることなく、植津、毛野阿蘇、下津、毛野阿蘇と読まれている。両国に同盟の地域があり、現在の阿蘇群だけ後世に伝わった、単なる語気、など諸説ある。1、佐野町2、上野村3、貝村4、犬伏町5、堀込町6、田沼町7、三好村8、九頭町9、時は村10、 氷室村11、野上村12、彦コ村13、新号村14、赤見村15、畑川村。ありがとうございます。